走れなチャンネル、シュッシュ。今日はですね、神奈川県にツーリングに来ています。まあ、夏といえばやっぱり海ですよね。なので今日はちょっと海に向かいたいと思います。じゃあ早速出発しましょう。シュッシュッシュ。なんかね、私海の思い出っていうと、子供の頃は私アトピーがすごくあって、もう肘膝の裏はもちろんですけど、もうお尻が全面的にもう象の肌かなっていうぐらい、もうザラッザラのボッコボコで、本当にもう毎日毎日夜お風呂上がりにお母さんが全身に薬塗りたくって、保湿剤でお尻にはステロイドも塗ってみたいな、もうそういうね小学生時代を過ごしてきてて、なんかもうかきむしらないように寝てる間に手を白い手袋をつけて寝たりだとか、そういう時代を数年間結構小学生の時は送ってたんですけど、まあ、その時にですよ、我が家はですね、平島家はお父さんがサーファーだったっていうのもあって、毎年夏は結構な頻度で海に行ってたんですよ。で、その海に行くと、そのアトピーはかきむしっちゃったりとかねしてるから、もう海水でめちゃくちゃしみるんですよ、痛いの。でもなんか親にこれは消毒だって言って放り込まれて、で10分も入ってれば慣れるからみたいなもうなんか治療ではないけど、なんか荒治療みたいな感じで、もう海入れ入れみたいな、消毒消毒みたいな感じで海にね放り込まれてたんですよ。いやね、子どもの頃はね、そのね最初入る時がねすごく嫌で、でもなんかまあ入ったらもう次また入り直したら染みちゃうから、もうなかなか出てこないみたいな、そんなね小学生時代はね、そういう海の思い出があります。で、大人になったらなったで、私20代は結構しっかりグラビアしてたので、撮影で海外の海行くこと結構多かったんですよね。あとはまあ沖縄の方とかで、そうするとめちゃくちゃ生意気なんですよ。湘南とかの海とか入れない、汚い、無理みたいな、入る気にならないみたいないうこと言って、湘南行っても全然足すら海につけない、 B さんでは行ってるけどみたいな、なんか私なんか綺麗な海見すぎて汚い海とか全然無理なんだよねみたいな、めちゃくちゃ生意気なことちょい言ってましたね。今思うとめちゃくちゃ生意気だったなって、その発言自体がね思います。20代の時の自分をなんか思い返すとなんか笑っちゃうくらい、なんかお姫様だったなーみたいな発言とかね、立ち振る舞いもっていうのをね、すごくすごく思います。嫌じゃない、20代の女子が、ね、日本の海入れないとかさ、無理みたいな言ってるのめちゃムカつくよね。私だったら何してんのこの女って思っちゃいそう。お、海見えた。おお。でもやっぱさ、それでもさ、海ってテンション上がるよね。おお、海気持ちいい。この海沿いを走ってるってだけで気持ちが気持ちいいよ。いいね。わあ、最高だな。まあね、さっきも話したように、私の父親はもともとサーフィンめちゃめちゃ大好きだったんで、っていうのもあって、私5月生まれなのに夏の海なんですよ。で、みんなに言われる、夏生まれじゃないんだって。そうなんですよ、夏生まれじゃないんです。よく見る元ブログで、バイクブンブンさんが好きなんですけど、バイクブンブンさんが結構海岸沿いで
あの踊ったりしてるじゃないですか、海バックとかで。でなんかパン一で海入ったりとか、まあ、カバンも入っちゃうし、いやそれねすごいね楽しそうでねいいなと思ってねいつも見てるんですよね。で私も男だったらなんかそのね最悪水着持ってこなくてもなんかパン一でさ入っちゃおうみたいなのとかさできるしさ、それ最高だよなと思って、いつも男に生まれてたらみたいにこのままジャバンって下着で入れちゃうのにとか思う時たまにある。羨ましいなって。ブンブン、逆にこっちの葉山の方の海って来たの初めてかも。こんな感じ。もうでも7月も半ばですからね、意外と人もっといるかと思ったら、ここやっぱ葉山の人は入んないのかな。うわー、ちょっとあれですね、ちょっと濁ってますね本当にめちゃめちゃ綺麗だったら海入りたいなーって。めちゃめちゃ綺麗だったらね。冷たいかな。あ、ここまで来い。全然来ない。あ、来た。あ、やばい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 。あ、よし、ちょっと触った。え、めっちゃ濡れちゃったんだけど。最悪だ。こういうことがあるのよ、海って。でも今日ちょっとさ、風強いからさ、鍋やりそうじゃない？もうさっきのがトラウマ、さっきのがトラウマで全然ダメだ。ちょうどいい波に出会えない。ここぐらいまで来るみたいな。あー、ぬるい。なっちゃん見る。海とかき氷はマストでしょ。すごい言い方悪いんですけど、全部食べきれないんですよね。なんか夏祭りとかでよくあるかき氷、結局全部食べきる前に溶けちゃうじゃないですか。このかき氷も溶けきる前に全部食べきれるか不安。あのこのスプーンちっちゃすぎ。これってこれで売ってるんですかね。めちゃめちゃかけ放題で全部の味かけてた子供の頃。うん、でもやっぱりイチゴより酸っぱく感じる。色が黄色だと。いや海ねめちゃめちゃ気持ちよかったです。今まで山に夏は涼みに行けたこと多いけど、海沿いのこのねあの風を浴びに来るのもいいなって改めて思いました。いつかねこの走れなっチャンネルでもどっか離島海のねよりなんか言い方悪いなこれ、より綺麗な場所をね、なんかこう原付とかで走ってそのままその場で降りてなんか海入るみたいな、なんか企画とかいつか撮れたらいいなみたいに思います。もしね今後ツーリングスポットでおすすめがあるよっていう観光協会の方もしいらっしゃいましたら、ぜひ呼んでほしいです。よろしくお願いします。この夏の気持ちいい海と風をお届けできたかなと思います。本当ね夏の気持ちいい場所を本当に教えてほしい。私がやっぱ夏ツーリングするのいつもねこう奥になっちゃうから、なんか夏でもここだったら涼しくて気持ちいいよみたいなあったらぜひ教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。走れなチャンネルの新たなグッズが誕生しました。こちらイラストレーターの月男さんに描いていただいた私が乗っている V7-3 と私とクマさんの、T シャツになります。白とグレーの2色展開です。サイズは ML、XL、 そしてちょっとだけど 2XL もあります。その他にもこんな生写真や、ステッカー、そして革の走るクマさんエンブレムキーホルダーもあります。ぜひ皆さん通販からゲットしてください。ヒルジモ夏美トレーディングカードボリューム6の発売が決定しました。ただ
受付中です。皆さんぜひゲットしてください。ボックスに入っている応募券3枚で申し込むと、オリジナルのバインダーもプレゼントしています。20ボックスには豪華特典も入っているので、ぜひぜひ皆さん私のトレーディングカードゲットしてください。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。シュッシュッ。